第5代、カーライル伯爵フレデリック・ハワード、施設団の団長を務めた、カーライル和平施設団は、アメリカ独立戦争中の1778年に、イギリスから、北、アメリカに派遣された、施設団である。その任務は、独立宣言を発して、反乱を起こしていた13植民地に対し、大英帝国の中での自治政府を提案することだった。 植民地の代表である第二次大陸会議はイギリス軍が占領していたフィラデルフィアからまさに撤退しようとしていることに気づいており完全な独立を要求することに固執したこの施設団はそこまで飲む権限は与えられていなかったこの施設団はイギリス政府が初めて大陸会議を相手に交渉することに公式に合意したものだった 二年前の1776年に行われたスタテン島和平協議はそうした認知もないままに行われていた。1775年3月に勃発したアメリカ独立戦争でイギリスと反乱を起こした13植民地の間に行われた最初の交渉の試みは1776年9月のことだった。この時第二次大陸会議の代表が イギリス海軍のリチャード・ハウ提督とスタテン島で会談することに合意した。しかし、ハウは各植民地を個々に扱うことしか権限を与えられていなかった。この限られた権限では、ハウもアメリカの代表団も歩み寄ることができず、会談から何の成果も得られなかった。この会談はアメリカ側が その直前にアメリカ独立宣言を発していたこともあり、これはハウが認知する権限を超えていたことと、またアメリカ側代表団が大陸会議から交渉にあたっての実質的な権限を与えられていなかったので失敗した。1777年10月にイギリス軍がサラトガで敗北した後、その勢力が脅威となるフランスが、 アメリカの独立を認知し、イギリス首相、フレデリック・ノースは議会に対して、茶法やマサチューセッツ統治法など、攻撃的な施策を撤回し、大陸会議との交渉による解決を図るために、施設を派遣することを要求した。この施設団はある、種の自治政府を提案する権限を与えられた。その考えは、 マサチューセッツ湾植民地総督を務めたことのあるトマス・パウナルが10年も前に初めて提案していたものであり、その後イギリス連邦という形になった。この施設団が政体としての大陸会議と交渉する権限を与えられたという事実は、それまで各植民地を個々にしか扱わなかったイギリス政策の変化を表すものでもあった。歴史家のデビッド・ウィルソンは、 この条件が1775年に提案されておれば、戦争は避けられていたであろうという意見である。しかし、歴史家のピーター・ウィットリーは、イギリス国王ジョージ3世が当時そのような提案をすることに合意する、可能性は薄かったと指摘している。初代オークランド男爵、ウィリアム・イーデンが施設団を組織し、自ら加わったが、その団長は、第5代。 カーライル伯爵フレデリック・ハワードとなり、その他に、依然にシフロリダの総督を務めていたジョージ・ジョンストンが、加わった。当時のイギリスの政治家、ホレス・オル・ポールは、まだ若かった、カーライルのことを、作られようとしていなかった条約を作るのに大変、適した者であり、事業には、完全に無知であり、待望はないが、恩恵なところがあり、妥協は、少ないと評していた。 団員の提案をされていたリチャード・ジャクソンは、アメリカとフランスが同盟条約を締結したことを知って、参加を辞退した。代表団の面々を4月に出発する前に、米仏同盟を知った。代表団が出発前に知らなかったことは、北アメリカのイギリス軍総司令官である、ヘンリー・クリントン将軍がフィラデルフィアからの撤退を命令していたことであり、 その命令は彼らの出発する1ヶ月も前に発せられていた。カーライルは、それを知っておれば出発しなかったであろうから、情報伝達の遅延は意図的になされたという意見だった。カーライルは妻に宛てた手紙で状況を説明して、我々は皆深刻な顔をしており、おそらく済まし込んでいると思う。我々が戻った時にそう考えてくれる人がいないことを恐れる。 私はここで何をすべきかわからない、と記していた。カーライルは撤退が計画されていることを知った時に、クリントンにそれを送らせるよう訴えたが、クリントンは地帯なく行動するように命令を出したことを挙げて、その訴えを拒否した。このことでカーライルは政府が施設団に、霊笑、無効及び東枠の混合物になることを望んだと考えるようになった。 イーデンは、イギリス軍の撤退する意図がさらに、アメリカ側の決意を固めることになるので、クリーントンの命令を知らされなかったことに動揺した。6月3日、施設団は当時ペンシルベニアのヨークで会議を開いていた、大陸会議に一組の提案を送付した。大陸会議の回答は、アメリカの独立が認められるか、あるいはまず、イギリス軍全軍が、 植民地から撤退することを主張するものだった。このような条件は、施設団が認める権限を超えているものだった。施設団は、破壊が広がることを警告して、大衆世論に訴えることを試みたが、成功しなかった。ジョンストンは、大陸会議の大議員数人を買収することを、試み、アメリカ側について戦っていた、ラファイエット公爵が、 カーライルの言った反フランス的生命に対して決闘を申し込んだ。ペンシルベニア区に代表の大陸会議大議員、ガバヌーア・モリスは、この提案に反対するエッセイをいくつか残した。施設団は1778年10月10日に、コネティカットのハートフォードクラントで印刷した考領を配った。イギリスでこの戦争に反対する指導者だった、ロッキンラムコ チャールズ・ワトソン・ウェントワースはこの綱領に書かれた脅迫に反対し、それを否認させる方向に動いた。ジョンストンは8月にイギリスに戻り、他の2人は11月に帰国した。イギリス軍はワシントン軍との決戦に持ち込むことができないままに軍事行動を再開し、北、アメリカで戦争に勝利するための次の試みとして南部戦線に目を向けた。 1781年にヨークタウンでアメリカ軍が決定的な勝利をつかむまで、これ以降の実質的な和平のための動きはなかった。ありがとうございます。